いし、うん、お待たせしました。すべての謎が解けました。犯人は あなたです。面白い冗談だ。あなたしかいないんですよ、教頭先生。無礼が過ぎるぞ。私は教育者だ。犯行は店が停電してから明かりママがブレーカーを上げるまでのわずか15秒ほどの間に行われました。犯人は被害者に背後から忍び寄り、この豊満なおっぱいを激しく揉みしだいた。そうだね、ヤンヤン。何回も揉んだんだよ。こうやってこうやって揉んだのは左のおっぱい。左おっぱいを背後から揉もうとすると右手で揉むのは困難。つまり犯人は左手で揉んだことになる。だったら私じゃない、私は右利きだ。問題なのは利き手じゃないんですよ、教頭。これなんです。添えてあるケチャップに指を突っ込んだ跡がある。暗闇の中を手探りで移動していた犯人は誤ってこのケチャップに右手を突っ込んでしまった。だから左手で揉まざるを得なかったんです。そんなくだらない推理。教頭のおしぼりを確保しろ。ケチャップを拭いた後ですね。そんなものが何の証拠になるんだ。間違いないよ。この手だよ。この手が問題だよ。こうやってこうやって。肩がおっぱいじゃないか。こんな国では思ってなかったよ。
教頭、これは大変なことになりますよ。もう誰も炊飯器買いに来なくなりますよ。パンダだって全部返すことになりますよ。こりゃ国際問題だ。おう、ダンディさん怖かった。あー、かわいそう、怖かったね。もう大丈夫大丈夫。ヤクザとかじゃないんですよね。ちゃんとした人なんですよね。あの巨乳が悪いんだ。それじゃあね、ニャンニャンの慰謝料と店への迷惑料、あと俺の手数料と全部込みで20万で手打ちだ。いいね。ついでに教えましょう。あれね、シリコン。してるだろ。分かんないです。マルガリータ多分ロック、バーボンソーダ、ウーロンハイ作ってあげて。その彼女がこの我が運転手兼ボディーガードにして北大農学部グーダラ万年助手が柄にもなく先輩風を吹かせ連れてきた原田誠という学生の依頼は実にごくありふれたものだった。名前は諏訪玲子、王女の家政科4年です。王女、同王女子大学。知ってるか。知らないけどあるんだろ。出会ったのは去年なんです。普段僕あの合コンとか行かないんだけど、でもなぜだかその時はなんかこう行ってみようって気持ちになって。他人の恋愛の慣れ初めほど退屈な話はないので省く。全然意識で、いつから連絡取れないの。4日前です。 LINE も電話も返事なくて、あいつ天然なとこあるから心配で。僕就職決まってて、銀行に。卒業したら結婚するつもりで。みんな飽きられただけだって教えてやれよ。だから力になってください。部屋にも帰ってないんだと彼女。合鍵もらってるんです。レイキッド。あの勝手にいろんなとこ見ると結構すごく怒るんで。すごい部屋だね。これもいや、あのちょっとそっちはここにもネイキッド。あ、なるじゃねえの、ここにも。一枚だけ君の写真が。おー、高そうなものがあるね。これは君からのプレゼント。いえ、デートとかはどっちが払ってたの。これ実家からだな。うん、うん、諏訪道代。お袋さんか。はい、はい、諏訪でございますが。ああ、夜分にすいません。あの諏訪玲子さんいらっしゃいますか。玲子は札幌の方におりまして。あの、失礼ですが。ああ、私ね、同女子大事務局のものですけども、玲子さんのゼミ。
探偵。これ下宮前のやつだろ。あら、見入りのいいアルバイトに励んでたかな、女子大生。何か分かったんですか。いや、後で俺の口座を教えるから金振り込んどけ。探してくれるんですか。ありがとうございます。いくら振り込めばいいですか。暇つぶしだ。いくらでもいいよ。高田の顔を立てようとしたのか、女子大生が心配になったのか、あるいは電話の向こうのおばさんの素朴な声にほだされたのか、今となっては思い出せないが、ともかく俺はこのありふれた依頼を実に安易に引き受けた。そしてそのことを大いに後悔することになる。じゃあな。あの、すいません。携帯番号教えてください。ああ、教えてもいいが、携帯を携帯する習慣がない。俺は大抵このバーにいる。アジア最北の大歓楽街、札幌すすきの。この街は日々揉め事であふれている。警察の世話になるのは好ましくない。かといってヤクザの厄介になるのもごめんだ。その手の依頼が俺の元に転がり込む。俺はこの街のプライベートアイ、そう、探偵だ。早速原田誠から入金があった。1万800円はねえだろ。800円ってなんだろうね。消費税だろ。気が利く人じゃない。60? 70ってとこか。いや、今年のファイターズは100勝はいきますって。だがおめえ120はいけるべや。人の話聞けつってんだ。痛い。見たことねえのか。ナイス。ピュアハートって名前は。ナイス。でけえなお前。ピンサロデリヘル。ネットで見てもモデル事務所みたいのしか引っかからねえ。まあいろんな店ができちゃ潰れてっからな。金くれなら手伝ってやるよ。不景気でなんまら困ってんだわ。探偵、あんたの助手にしてくれよ。いい仕事するぜ。て旗で見るほど楽な家業じゃねえよ。小せえな。探偵。あ、おめえあのスケベ教徒とっちめだってな。あれ恩師だった。いや、あいつは有名な風俗王だ。裏も表も大抵の店は知ってっぞ。へえ。その子は知らないけど、ピュアハートならモデル事務所です。表向きはですけど。でもあそこは社会的信用がないと入れませんから。教頭先生のご紹介ならどうです。勘弁してくださいよ。日中関係がどうなってもいいんですか。皆さん、ここでは女子バドミントン部の顧問をやっておりまして、趣味のカメラで彼女たちの躍動する瞬間を撮るのが唯一の楽しみだったんですが、まあこのご時世妙な誤解をされかねないということで。そんなよりうちの教頭からこちらのお店のこと。教頭先生には大変お世話になっています。そうですか。こちらがプライベート撮影用のモデルとなっています。
影の内容は自由なんですか？例えばヌードとか。モデル本人との合意次第です。衣装も取り揃えております。学生服、体操着、スクール水着なども。なるほどね。この子いませんかね。諏訪玲子ちゃんって言うんですけど。申し訳ございませんが、カタログからお選びいただきます。この子は。カタログからお願いします。わかりました。じっくり選んでいいですか。ごゆっくり。トイレお借りします。どちらへ。そちらはオフィスだけですよ。ああ、いや、極度の方向音痴だもんね。モデルはお決まりですか。ああ、またにします。なんかお腹壊しちゃって。お似合いですね、ネクタイ。要するに個人撮影と称して顧客の自宅やホテルにモデルを派遣し、あとは本人同時お好きにどうぞという実に画期的なビジネスであるわけだな。それデリヘリやホテトルとどう違うんだ。名前が違うけや。まあこの業界じゃ女が消えんな日常茶飯事じゃん。優しいおじさんに日当たりのいい 1LDK でももらったかもな。ありがとうございました。原田なんていうかな。でもよ、珍しいな、お前が後輩のために一肌脱ぐなんてよ。普通だろ。うちのモデルに何の用だ。は？どこのもんだ。大きな独り言だね。何がおかしいんだ。こういう顔なんです。高田君、出番。無理だ。え、強い。諦めんの早すぎだろ。お前行けって、行けって。行かなくても分かるよ、強いもん。何言ってんだお前。お前行かなかったやられんぞお前。
行けってもう一回。頑張れ。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ちょっと。どこの問題よ。言ってる意味がよくわかんないんだけど。そう。誰に頼まれた？知らねえよ。俺は玲子ちゃんって可愛い子がいるって聞いただけだから。そうか。誰に頼まれたんだよ。お前絶対パンツ弁償させてやっかんな。お前やめろ。工藤、ごめんなさいね。所属モデルのプライバシーは他言できないことになっているので。でも彼女のことは私たちも心配で探しています。何か分かったら教えてください。どこかで昔会っている気がしたが思い出せなかった。俺だとか言うなよ。冗談じゃねえよバカ野郎。うわひどい、ひどい、痛い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 、触んな触んなバカ野郎。来たわよ、大丈夫？鉄をやられたと言ったらなぜかトムボーイズの連中が飛んできた。どういう趣味かしら。優しくやってよフローラ。任せなさい、お尻の手当ては名人なんだから。さすがヤス太郎、その名前で呼ぶなっつってんだろ。怖いママ。それで誰にやられたの？ティワハートってモデル事務所がよ。ダメよ、あんなところに手出したら鉄持ちがヤバいんだから。どこだよ。え、花岡組の系列よ。花岡か。はい、ちょっと待ってよ。はい、これありがとう。さあ、よいしょ。ティ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 の、はい、出来上がり。ありがとう、ありがとう、ありがとう。素人小娘が一人失踪しただけで怖い兄さんたちが大騒ぎだ。なんか知らねえか。ヤバそうな話には首を突っ込まない。それがこの世界で長生きする秘訣よ。うん、そこよマンナ。さすがヤス太郎。だからやめろっつってんだろお前。怖い。餅は餅屋。あ、あなたのお友達に聞いてみたら。友達って誰だよ。ほら。バカお前。気軽に電話するような仲じゃねえよ。勇気出してかけてみろって。久しぶり、元気だった？ヤッホーって。元カノじゃねえんだバカ野郎。無論腐れ縁の老舗ヤクザ桐原組若頭のことだ。ああ、あいだ久しぶり、元気だった？ヤッホー。ちょっと聞いただけなのに。助けてくれ。
ちゃいい迷惑だよ。悪いな、フレッシュがなくて。新聞読めよ。まあ、ともかくだ。うちと多少なりとも縁のあるおめえが花岡の売春期間つついて跳ね回るのは非常にまずいわけだ。わかるな？わかった。テイク。毎回こういうやり方しなくても。言ってくれれば手引くから。おとなしく引き下がったことねえじゃねえかよ、この野郎。相手の男が事故に遭ってな、ギターが弾けなくなったんだ。お前も気をつけろよ。後ろからドーンとやられるかもしれないからな。とっても気をつけます。密漁けが人ってのはな、ヤクザ屋さんたちの重要な忍びなんだよ。その利権で揉めたら死体を一つや二つ出てもおかしくないよ。おっかないんだね。おっかないんだよ。美味しいのにね。大好き。身がプリプリのやつ。いつ食べるか。いかねえ。北条グループ社長、北条仁也。慈善活動大好き。札幌経済界のホープだよ。どっから湧いてきた？海産物でしのいでた田舎ヤクザの息子でね。それが飲食業の多額経営で時流に乗った。夢が叶ったのは花岡組の杯もらったからだろ。その通り。強奪犯の目星はついたのか？記者クラブにはまだ降りてこないが、単独犯、足跡は登山用ブーツ 27.5 センチ、タッパのある男だな。警察も桐原組がやったと見てるのか？違うっていうのは。花岡に戦争をふっかけるような真似するとは思えねえな。末端の跳ね返りが武勲目当てにって可能性は。あそこは統制だけは取れてるんだ。時代遅れの人形のいいところさ。で、何調べてる？いや、大したこっちゃない。ただ、この件に女が絡んでるって話はないよな。女子大生とか。あるよ。あんのかよ。漁港で積み荷を手伝った男の証言に、椿は若い女と一緒だったってのがある。警察も探してる。おや、あ、
知ってんのか。おい、いや、しっかりネタを教えよう。殺された椿って男、ただの運転手じゃない。北条の昔からの右腕、裏舞台トップの武闘派、怪我人のうんちゃんじゃいかにも役不足。つまり果たして積み荷は怪我人だったのか。ここまで。そっちがネタを提供する気になったら続きを教えてやるよ。ギブアンドテイク。時代の流れを読み取る。これが商売の肝だ。では時代ってのは何だよ。な、人だよ。人間の心さ。それがわからないやつは決して成功することはない。しかしこのタラバうめえな。どうさんか。わかんないです。ああ、さすがだ。身がぎっしり詰まっててうまみがあるね。食感もいい。だから注文したんだよな。俺が喜ぶと思ってさ。はい。ああ、よし、ご褒美だ。口開けてこ。ほら。俺が欲しいのは毛ガニだろ。毛ガニ持ってこい。どうしたの。食べなさいよ。寒いな。縛れるね。開いたぞ。なんでパスワードわかんの。うん、なんかわかった。なんかわかったってなんだよ。いた。リンネちゃんだ。顧客データ。椿秀夫、殺された運転手だ。玲子の超お得意様じゃん。最後に会った日は1月23日椿が殺された前日だ。事件の前日か。決まりだろう。前日に会って翌朝どういうわけか椿のトラックに乗っちまった。で、事件に巻き込まれた。北条さん、いらっしゃい。お、やっとお帰りで。
早かったな。遅いだろ。早かったな。どうぞ、車だけ。もう食べれないよ。お前行っちゃうよ、バカ。お前、だからエンジン切んだって、お前。はい。行くよ。切る時間だよ。大丈夫かな。早く入れてあげるからね。もうね、車出ちゃってるんだよ。行くよ。かけろ。よし、来た。完璧な仕立てからな。どこ行った？左折だ。レイコか。ビンゴ。おお。とりあえず車を差し入れに来たってわけだ。どうする？行きましょう。私、管理会社の者なんですけど、こちらから異臭がするという話がございまして、至急確認させてもらいたいんですけど。ガスが漏れてるかもしれませんのでね、消防や警察に通報する義務がございまして。あとですね、ただいま簡単なアンケートに答えていただきますと、ネイキッドのコンサートチケットが当たるんですけど。警察でもヤクザでもない、原田誠も依頼できた。帰ろうとしたら椿さんがね。はい、漁港のウニイクラ丼が超美味しいって言うから。だって私ウニもイクラも好きだし。ウニイクラ丼なら仕方ないね。ウニイクラ丼だからな。そしたら事件に遭遇したんだな。怖くて動けなくて、私には気づかなかったみたいで、マリさんに電話して、ここに。犯人の顔は見たのか。背の高い男の人だった。このことを誠は。原田は何も知らないよ。誠には言わないでください。真剣なんです。結婚したいんです。そんなこと言って、いつまでここに隠れてるつもりなんだよ。ごめんなさい。いや別に謝ってほしいわけじゃねえんだよ。変な二人組が来たってもうメールしちゃったんです。え？探偵さん。全部忘れて、私たちは玲子を警察から守ってるだけ。
犯人が捕まって事件が解決したら玲子は返す。次面見せたら殺すぞ。誠にはうまくいっといてね、お願いね。いたのかお前。お前なんで無傷なんだよ。キャラじゃねえか。ネクタイ。おい、モンローいたぞ。大丈夫か。こいつだろ。ありがとね。またこんなとこでぶっ倒れて死んでもいいの。うんじゃないわよ。ほら立って。あれか、あれがマリか。寂しくなるね。しっかり向こうの酪農吸収していきなさい。はい。クリクリ。女がガラッと変わるってのは何だろうな。え？それは決まってるじゃない。男よ。私もたくさんの男たちがこの体の上を通り過ぎていったわ。そしてその度に私も変わった。変えてみる？お、 お前らの仲間のモンローってよ、今どうしてるか知らないか。モンロー姉さん知ってるけど、客として来てよ。新しい店移ったんだわ。サービスするからさ。豚人間だろうが、言ってみろ。私は豚人間ですってほら言うんだよ。私は飛べない、ただの豚人間です。物ばっか食ってからそんな太んだろ。で、なんか分かったのか。うん、マリと昔仲が良かったモンローって女の居場所が分かったから、うん、行ってこようかなと思ってるけど、でも迷惑かな。俺みたいな生きててもただ糞尿垂れ流すだけのクソテンポ野郎が訪ねたら。
っきからどうしたんだよ。ちょっともうちょっと強い酒ちょうだい。久しぶりだな。天下の門楼様がこのざまよ。今の方がいい女だよ。ありがとう。この女なんだけど。見違えたわね。生きてるか死んでるか分かんないの子だったのに。どんな女なんだ。本名根本のり子。私と地元が近い吉見で仲良くしてた。小さな牧場やってた両親がね、悪い筋に金借りて破産したので、一家心中図って生き残ったのはこの子だけだった。業界に落ちるのも当然でしょ。それでも4年前かな、好きな男ができてね、妊娠したの。妊娠？うん。結婚するんだなんて嬉しそうに言ってたけど、案の定捨てられちゃって。でも子供は絶対産むんだって言い張ってさ。この子がこんなにキラキラ目輝かせることあるんだってそう思ったら、なんだか私も楽しみになってきちゃってさ、一緒に育てちゃおうかななんて今でも覚えちゃってる。2月予定日。2月18日もうすぐね。4歳か。生まれてればあの子の人生も変わってたんだろうな。ダメだったのか。しばらく姿は見せなくなって、次会った時はすっかりお腹へっこんじゃってて、ひどくやつれちゃってさ、こっちも何にも聞けなかったわ。あの子家族が欲しかったのよね。それからは抜け殻よ、抜け殻。何されても OK、 NG なし。安い金でひどい仕事やらされて、いつもぶっ倒れてた。俺と会ったのはその頃か。しばらくしたら猟奇趣味のサディストから引きがあってね。北条だ。あの連中はやめとけって言ったのに、結局フラフラ行っちゃった。それっきり。でもこれ見たらうまくやったみたいね。お金持つと変わるわね。いい暮らししてんだろうな。おい、そろそろ今行く。あいつのせいで私は産みたくなっちゃった。おかげでこのざま。幸せだろ。会えて嬉しかった。
あったかい酒でも飲ましてやるよ。行こう。うん。死にたいわけ？死にたいとも生きたいとも思わない。ただ息吸って吐いてるだけ。まあそれでもいいからさ、とりあえず生きとけな。生きてりゃそのうちなんかあるさ。なんかって、なんかってそれあれだ、命を燃やすもんだよ。命を燃やすもの、うん、それは本人にしかわからないからな。他人にとってはすげえくだらねえもんだったりするしさまた適当言って。適当じゃねえって。だからな、お前みたいなやつに限って私出会っちゃったとか言ってあっさり手に入れたりすんじゃん、バカ野郎とにかくそれまで取っとけ。たまにまあまあいいこと言うよねだろ。これさ、これと実機に帰ってくるってどういうことですか？だからまあ無事は無事だからさ。え、玲子に会ったんですか？会ったっていうわけじゃ。いや、じゃあなんで無事ってわかるんですか？大きな声出すなよ、お前。とにかくもう少し待てよな。全然何もやってないんじゃないですか？お前、これが何もやってないやつの顔か？ぼったくりですよ、ぼったくり。お前、ぼったくりだけは言う資格ねえぞ、お前。1万ってことねえだろ。は？1万じゃないですから。高田先輩に3万手付け払ってますから。3万？はい。お前、高田に手付け払ってんの？じゃあお前、手付け3万で俺1万って、お前バランスおかしいだろ。と考えてもお前、高田呼んでこいよ。いいじゃないですか、高田先輩も入り用なんだから。入り用ってなんだよ。ニュージーランド？なんか向こうの酪農を学びに行くんですって。おはようございます。工藤さん、社長が呼んでますよ。工藤さん。工藤さん。入ります。忙しいとこ悪いね。まったくだよ。ギブアンドテイクだぞ。こっちの取っておきのネタやる。ああ、うん、工藤の拳銃は椿を殺したものと一致した。また部屋から登山用ブーツも出てきた。椿殺しの犯人の足跡と一致する。怪我人の強奪犯は工藤ってことか。工藤は北条とうまくいってなかった。腹いせに勢いで弾けた胃がどうにも身動きが取れなくなって自殺した。事件解決だ。ああ、それで幕引きってことで OK だ。警察はな、北条はそうはいかない。怪我人を回収できてないからな。甲羅を開けたらカニ味噌の代わりに出てくるのは白い粉だったりするのかな。覚醒剤5キロ末端価格4億。ほう。ちなみに椿殺しに関しても鑑識が今になってよ
面白いことを言い始めてる。現場にあった足跡がね、大きさに比べて歩幅が小さすぎるんだと。誰かが工藤に罪を着せたってことか。ブーツが自宅にあるなんていかにもだろう。あら、心当たりでもあんのかな。さあ、ギブアンドテイク、そっちのネタだ。実はな、重大な国際紛争の火種があるんだ。おう。先週のことだ、うん、お触り禁止のキャバクラでスケベな教頭が中国人ホステスの胸を探った。中国政府は放っちゃおかねえぜ。おいちょ、それじゃテイクになってねえぞ。まったく探偵、必ず掘る。初めて乗った。いい眺めね。玲子を返せ。返すわよ、そう言ったでしょ。犯人が捕まって事件が解決したらな。だがその犯人がお前だった場合はどうなる。は？何言ってるの。犯人は工藤。工藤じゃない。椿を殺したのは小さいやつなんだよ。でかいやつを装ってたんだ。小さい男がでかい男を装うなんて無意味だ。犯人は女なんだよ。だがそうすると疑問が生じる。玲子だ。背の高い男の人だった。なぜああ証言したのか。そもそもなぜ犯人はトラックの輸送ルートや時間が分かったのか。答えは一つだ。さっさと降りて。玲子が最初からお前の協力者だったんだよ。玲子としてはまさか殺しをやるとまでは思ってなかったろうがな。面白い推理ね。その場合工藤はどうなるの。お前と工藤はグルだったんじゃないのか。あいつならゴキラのシャブを裁くこともできたかもしれない。だが仲間割れした。分け前を持ってよこせとか、俺の女になれとか。とにかくお前は工藤が邪魔になった。すごい。それが本当なら私ってすごいね。すごすぎるよ。抜け殻だった女が。久しぶりだな。覚えててくれて嬉しいよ。ネクタイするようなやつじゃないって。目的は何だ。そんなに金が欲しいのか。北条が気づくのなんて時間の問題だぞ。売れないシャブ抱えてお前一人でどうするつもりだ。探偵みたい。綺麗ね。一番高いところからの眺めは。でも長くは続かない。登りきったらあとは下がるだけ。
人生と同じ。飲まない？誰かと乾杯したいの。もうすぐ誕生日だから。お前のか。内緒。で、添えられてるケチャップに手の跡がついてんだよ。そうじゃなかったわけだ。犯人の手にはケチャップがついてるんですよ。すごい名探偵。ねえ、どんな依頼でも引き受けるの？ギャラ次第だな。俺は高いぞ。今回の仕事は猫探しかな。1万800円。嘘でしょ。本当だよ。どうなってんだ最近のガキは。それであんな目に遭ってるの？合わせたのお前だろうが。私の依頼ならいくらで受ける？受けない。100万でも？108万なら考えてやれよ。え？消費税だ。やもう一回か。もちろん。俺のバカ、俺のバカ、バカバカバカ、どうしよう。旅立ちだな。お世話になりました。どうした？落ち着いて話せよ。お前がバカなの知ってるよ。何を引き受けたって？いや、引き受けたわけじゃねえんだよ。いや、はめられたんだ。いや、はめさせられたんだよ。いや、はめてない。俺、はめてねえけどさ。とにかくやばい。猛烈にやばい。いいから、もうこっち来いよ。こっち来い。こっちで、どうしたらいいか一緒に考えよう。何がやばいって。もういいよ、行くよ。
けど散らかします。もともと散らかってるんでどうぞ。まあこれといって珍しいものがあるわけじゃないけどね。ありました。え、こっちにも、こっちにも。激しくやばいな。ああ。うちのマリが大変お世話になっているそうで。何のことだか。マリから聞いてますよ。とっても可愛がっていただいてるって。ほら、なんすかこれは。はい。でもね、あんた人のもの取っちゃいけない。何やってんだよ。社長がいらしてるのに何やってんだって言ってんだよ、バカ野郎。コーヒーはお出ししたんだろうな。コーヒー言われなくても社長がいらしたら人数分コーヒーお出しするのが当たり前だろうが、バカ野郎。はい、ただいま。私の商品はどこにあるんでしょうか。五四。どうにあんの？ねえ、どうにあんの？うん？どうにあんの？どうにあんの？こえやいいよ。聞こえない、聞こえない、聞こえない。残り三発、三分の一だよ。どこにあるんでしょうか。ゴー。ごめんなさい。ん？私がバカでした。こんな男に騙されて。よし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 。俺はね、お前のそういう素直なところが好きだよ。悪いのはあいつなんだから。ん？お前はただね、利用されただけなんだろ。ん？ん？よしよし、もうさっき帰ってなさい。怖かったろ。よし、帰っていいから、すぐ終わるから。用事済ませて帰るから。さっき帰ってなさい。で、こんな感じか。で、こんな感じ。こんな感じで小芝居してたら、自分だけ俺を騙して逃げれると思ってたか。え、生ゴミ。ある、殴り殺せ。どっちよ。
どっちもでしょう。先にブツのありかをギョロした方は助けてやってもいいけど。遅くなって申し訳ありません。コーヒーお持ちしました。やってみろよ。3分の1だぜ。あ、やってみろ。え？お前できるわけねえんだから。いつも6発目に仕込むって知ってるわよ。全員並んで壁に両手をつけ。次は社長の脳みそ飛び散るよ。ゴー！よー！言うとおりにしろよ。こっちはもう二人やってんだよ。あ、回れ。歩いて。ほら。待って
せーの、うん、高田君やるじゃないの。お、前田さん助かりました。何の話だか分かんねえな。俺たちはドライブしてただけだ。その辺でほっぽり出すぞ。それで結構。あなたたち最高。早く出せよ。うわ。何考えてんだ。人共犯にしやがって。どうしてくれんだよ。引き受けてくれて感謝してる。引き受けてない。金も返す。俺とお前は無関係だ。何もなかった。いいな、何もなかった。何かあったんだな。うせえ。あなたは北条に何も言わなかった。引き受けてくれたのよ。そうでしょ。あんな芝居で北条を騙せると思ってんだろ。お前は絶望的なバカだよ。計画の途中だったの。それを彼がぶち壊しちゃった。まあ面白かったからいいけど。計画だと。ええ、シャブをお金に変えるのよ。あのシャブは売れない。買い取るやつなんてどこにもいねえ。そう、一人だけいるわ。あなたに協力してもらって北条と取引するつもりだったの。もともと北条のブツだろ。だから1億で返す。末端価格4億、仕入れ値を差し引いてもまだいくらか儲けは出る。向こうにとっても悪い話じゃないわ。北条のメンツは丸つぶれだ。北条は商売人よ。最後はメンツより実利を取るわ。だとしてもシャブを渡した瞬間、お前は蜂の巣だ。生きては帰れない。そうならないように手助けが欲しいのよ。それがあなたたちへの依頼。あんたなんでそんなに金が欲しいんだ。不自由してるように見えないけど。お金ってね、あればあるほど足りなくなるの。それに北条がどれだけケチか知らないでしょ。私の自由になるお金なんてないんだから。南の方のあったかい土地でね、のんびり暮らしたいの。それで二人も殺したのか。あいつらが殺した数よりはずっと少ない。お前はバカで最悪の女だよ。他当たれ。やるしかないのよ。私がしくじればあなたたちも北条に消される。玲子もね。私たちは一蓮托生なのよ。引き受けないならここで終わらせる。なんでそうなんだよ。なんでそういうやり方しかできねえんだよ。
やっぱり何も言うな。助けて。助けてください。くそ。引き受けるってさ、絶対生きて帰るぞ。北条と取引をする。マリの計画は計画とも呼べないほどお粗末なものだったが、それでも俺はあいつを守らなければならない。その義務が俺にはある。なぜだか無性にそう思った。命を燃やすもの、それは本人にしかわからねえからな。他人にとってはこうすげえくだらねえもんだったりするしさ。また適当言って。適当じゃねえって。だいたいな、お前みたいなやつに限って私出会っちゃったとか言ってあっさり手に入れたりすんだよバカ野郎。もう君は信用しないことにしたんだがね。16時札幌ファクトリー。記事になるか保証はしねえけどな。え？ささやかな犯行だ。俺たちの死亡記事にならなきゃいいけどな。お前は降りろな。お前ここまでだ。そのまま札幌出て遠くへ行っちまえ。俺が持ってきた仕事だよ。受けたな俺だ。お前はクビだ。俺一人で十分だ。出して。あ、俺運転できねえんだ。あ、この車ちょっとコツがいるんだ。エンジンかける前に
人もいるんだな。秋元札幌市長と私油谷彩香がゲストを迎えしてお話しするトークショーをお送りいたします。では共に語っていただくスペシャルゲストをご紹介いたします。昨年九州に残る激戦を制して日本一に輝いた北海道日本ハムファイターズ栗山英樹監督です。皆さん盛大な拍手でお迎えください。ちょっとご挨拶お願いいたします。はい、昨年は、皆さんのおかげで、優勝することができました。本当にありがとうございました。あれ？あ、どういた？なんか探偵さんに似た人いたけど、でもすっごい綺麗な人連れてたから人違いだわ。あ、間違いない。それは人違いだ。うん、僕より日本ハムファイターズさんすごくやってる。人が多すぎるな。警官もいる。不審者がいるって通報しといたのよ。蜂の巣にはできないでしょ。大した計画だよ。大丈夫？大丈夫？やられる。痛かったね。体は大丈夫なの？薬を見た。ちょっと調べた。どんな薬か、どんな患者が使うものか。一か八かバカやって残りの人生を南の島でって気持ちもまあ分からなくはない。だが来たわ。トラップがあるんでピックできないっていうのももちろんあるんですけど、いつかそういう時代が必ず。地域から出てきた、そういうこと言っちゃいけないですよね。でやっぱりその地域とかも、で、どうするんだ。詰め替えろ。あんたならカバンに GPS 仕込むぐらいのことはするだろうからな。用心深いんだな。はい。盛況だな。スポーツによる地域振興の手本だ。マリー、お前にはいずれ大きな商売をさせようと思っていたんだが、残念だよ。終わりました。見せてみろ。相変わらず綺麗な足だな。またベッドに縛り付けてやりたいよ。ブツは本物か。味見しろよ。いいだろう。交換だ。じゃあね。春になるとすでにいろんな花が開くんですよね。
天に任せて車まで全力で走るぞ。後ろは振り向くな。本当に変わってるわね。こんな仕事を引き受けてくれるなんて。依頼人に恵まれないんだよ。計画は変更。ここからはあなた一人でお願い。あ？力になってくれてありがとう。あとは任せたからね。何言ってんだお前。マリ！探偵さん、私出会ったよ。出会ったんだ。逃走ルートぐらい読んでるよ。こっちもな。行け。絶対負けんなよ。待てよ、おら！お前や！うわ！
リターンマッチはなしで。大丈夫か？どうなった？なんだ？なんだ俺！感じだ。生きてたのね。この手の女が一番信用できないんじゃないか。天然もんだ。こうして俺は実に安易に引き受けたごくありふれた依頼を解決した。あ、レコ、実家のお母さんに5万円は払わなくてよくなったって言っといて。北条グループはこの失態で花岡組から完全に見放され、ほどなく警察の手が入り、あっけなく壊滅状態となった。今月12日に札幌の大型商業施設で起きた拳銃乱射事件で、警察は札幌市中央区にある北条グループ本社を家宅捜索。今でも覚えちゃってる予定日、2月18日。パズルのピースが埋まった。マリのお腹の子がどうなったのか見届けた者はいない。生まれていたんだ。最後にあいつは病気の我が子に金を残そうと。あの、どちら様ですか？娘に何か？あ、娘さんですか？はい。実の娘さん。いや、ですよね。
ママ、あの人。え？ああ、ほんと。すいません。あの女性と娘さんとは何か？ここの患者さんで、よくこの子と遊んでくれてたんです。まさかあんな人だったなんて。ママ、怖い。大丈夫よ。もう警察に捕まったから。検査の時間だから行こっか。
赤の他人か。ああ生まれてくるはずだった自分のこと誕生日が同じ、ただそれだけだ。それだけのために命燃やしたか。バカだよ、酔っ払いが適当に言ったことなのに。マリにどんな判決が下るのか、そんなことはどうでもいいことだ。どうせ間もなく獄中で生涯を閉じるのだから。それにこうも思う、あの手の女の言うことは信用できない。病気というのも嘘じゃないのか。いらっしゃい。俺にはいつか刑期を終えたマリが再び目の前に現れる気がしてならない。その日を静かに待とうと思う。バカで最悪で最高の女に。原田と玲子結婚決まったって。おお、それはめでてえな。そうだな。うん、選別だ。いいよ、一度出したもの引っ込めらんねえ。縛れるな。ああ札幌だからな。